こんにちは、猫谷です。今日は胡蝶蘭なんですけど、我が家に新しい胡蝶蘭が仲間入りしたので、そのお披露目と、胡蝶蘭ね、まだまだ難しいと思われてる、誤解されてる胡蝶蘭、実は一番簡単なんですよ、触ってるのがね。特に、多肉植物とか、観葉植物とか普通の花とか一通り私も育ててるんですけど、胡蝶蘭育て始めて4年目になるんですけど、実は一番胡蝶蘭が育てるの簡単、あることに気をつければ、そこさえ気をつければ大丈夫という感じで、私の場合は視覚障害者になるんですけど、いろんな障害を抱えている方や高齢者の方、いろいろな、ね、不自由な思いをされている方でも、胡蝶蘭は、ね、とっても手間いらずで育てやすく、そして綺麗なお花を咲かせてくれた時にはもうなんだかめっちゃ嬉しいという胡蝶蘭の育て方を私なりにゆるく解説していきたいと思います。はい、まずでは最近仲間入りした新しい胡蝶蘭ですね。1ヶ月ぐらい前になるんですけど、スーパーのお花屋さんでまたまた見切り品の葉っぱだけの胡蝶蘭が300円で売られていたので買ってきました。これはね、ピンクのお花が咲くらしいです。はい、1ヶ月経つのでね、この下の葉っぱが1枚ちょっともうシワシワになってきましたね。で、多肉植物と一緒で、この一番下の葉っぱからこう枯れていって新しい葉っぱと生け替わる感じなので問題なしです。はい、で、これ新しい葉っぱも出てますね。これはピンクのお花が咲くらしいです。はい、で、これは黒のビニールポットに植わってたんですけど、それに、この陶器の鉢にスポッとはめてます。本当はね、なんか根っこの整理とかね、しないといけないみたいなんですけどね、まあ、ちょっとこのまま行こうと思います。来年の春に植え替えようと思います。胡蝶蘭ね、とっても丈夫なのでね、結構私みたいに緩く、緩い感じで大丈夫です。滅多なことでは枯れません。はい、じゃあ何に気をつけたらいいかっていうことなんですけど、はい、では何に気をつけてればいいかっていうことなんですけど、それはですね、まあ、置き場所ですね。で、置き場所、胡蝶蘭は直射日光が苦手、直射日光に当てると葉焼けして葉っぱがね、やけどしちゃうので、レースのカーテン越しの優しい光のところに置きます。そして、まあ、風通しがいいところ、そして、あとはですね、寒さに気をつける。冬はなんかね、10度以下にしない方がいいということなんですけど、品種にもね、よると思うんですよ。まあ、5度ぐらいまでね、大丈夫な気がします。私が育てた感じね、5度以下にはしない方がいい、と思います。はい、というところですね。1回ね、実は1個だけ私枯らしちゃったことがあるんですけど、冬にね、多分寒さに当てちゃったのかな。でも同じとこに置いてて、他の胡蝶蘭は無事だったので、それがね、ちょっと弱い品種だったみたいで、まあ5度以下にはしない方がいい、まあ、初めて育てるなら10度以下にはしない方がいいのかなと思います。まあ、人間が、暮らせるところって感じですね。人間が普通に暮らせるところに置いとけば大丈夫っていう感じですね。で、あと水やりは、このね、今これは水苔に植わってるんですけど、この水苔がカラカラに乾いてからたっぷり水をあげる、そして葉っぱとかにも水をあげる、その置き場所と水やりに気をつければ大丈夫。滅多なことでは枯れないです。はい。で、ちょっとね、その多肉植物と胡蝶蘭の違いについてお話ししたいんですけど、多肉植物は、この前ね、お化けさんもね、多肉植物の動画上げてらっしゃったんですけど、多肉植物はね、夏に弱い。日本の夏が苦手なんですね。原産地がこう、なんか砂漠とかで、メキシコとかかな。高温なんだけど、暑さには強いけど、その乾燥してる状態が好きなので、日本のこの高温多湿の湿度が高い夏が苦手なんですね。だから夏にダメになることが多い。あ、そう、私この前ね、ロメルビンの道具がダメになりましたっていうのをやってましたね。で、だけど、その代わり秋冬にはすごく紅葉して、それが楽しみなんですけどね。で、胡蝶蘭は日本の原産地が熱帯アジア、なんかアジア地が原産なので、この高温多湿、日本の夏にね、とっても環境が合ってるんですね。湿度が高い、だから逆に乾燥してるとね、葉っぱに霧吹きしてあげたりとかしないといけないんですけど、だから夏、日本の夏、安心して育てられるので、ぜひね、胡蝶
蝶蘭、多肉植物垂らしちゃってちょっとねブルーになってるそこのあなた、私も含めてですね、胡蝶蘭をねお一つねお迎えしてみてはどうかなと思います。はい、で胡蝶蘭、まあ胡蝶蘭、あとね胡蝶蘭お高いんですけど、その見切り品をね狙ったらねいいかなと思います。私も全て見切り品で買ってるんですけど、このお花が終わった胡蝶蘭がよく100円とか200円とか300円とかねワンコイン以内で売られてることがあるので、そういうのをね見つけたらぜひ手にお育ててほしいなと思います。この胡蝶蘭もねそのスーパーのお花屋さんで300円で買ったんですけど、その時ヘルパーさんが見つけてくださったんですけど、ヘルパーさんがね私も帰りに買おうかなって、胡蝶蘭私も育ててみようかなって言って、ちょっとねこの胡蝶蘭が我が家に仲間入りしたんですけど、私の周りでも胡蝶蘭仲間が一人増えました。それがね私でとっても嬉しくて、やっぱ私がね育ててて、ヘルパーさんにこれちょっと見てくださいって、これ花芽ですかね、これ根っこですかね、花芽が出てる気がするんですけどとか言って、もうしょっちゅう胡蝶蘭を見てもらったりとか、したからかもしれないけど胡蝶蘭にね興味持ってもらって、しかも今年の春はねお花が咲いてくれたので、なんか胡蝶蘭私も育ててみようかなってヘルパーさんが思ってくださったのがとっても嬉しかったです。はい、今日は9月の中旬になるんですけどね、そういうわけでうちの胡蝶蘭たち新しい葉っぱがね、これも新しい葉っぱがこの辺にも、これか違うか、続々と出てきてます。その葉っぱを育てるのが胡蝶蘭夏の楽しみですね。で私は視覚障害者になってあんまり目がねよく見えないので、もう実際のところね正直私そのお花よくわかんないから、このなんだろうね、この葉っぱを育てそしてるのが一番楽しいかもしれない。そして、季節になってお花をこう花芽が上がってきてすごくワクワクしてお花が咲いたっていうことがね嬉しいです。結構ねだから植物、いろんなね障害を持ってる方や高齢者の方、なんか本当にお世話は手間いらずなのでね、なんかそして室内に置けるので外にわざわざ見に行かなくてもいい、で室内でこうめでる、近くに置いてね、育てられる胡蝶蘭ね、とってもバリアフリーな園芸にねとっても向いてると思うので、これからも胡蝶蘭をねなんか皆さんに勧めていきたいと思います。はい、では最後まで見てくださってありがとうございます。皆さんの今日が愉快な一日でありますように。バイバイ。